名付けてトマト克服計画。こんにちは皆さん、暑い日いかがお過ごしでしょうか。以前ですねトマトとバジルと、唐辛子植えた、動画を作ったんですけれども、実がなりましたので今回はそれを調理したいと思います。トマト克服計画完結なるか。はい、トマトこんな感じになりました。本当にすごいね、真っ赤な実がなっております。うん、美味しそうとは思わない。食べれるかな。でも自分で育てたトマトなんで結構ね赤くなってるところが、ちらほらありますね。トマトはこんな感じで、バジルもね、そこに育っています。そしてあとこの唐辛子、でっかくないですかこれ。ほらこんな赤々とした。辛そう。では収穫していきたいと思います。では収穫します。どうやって取るのこれ。あ、取れた。あ、ヘタ。ヘタがないけど、あ、すごい丸々としたトマト。こんな感じで収穫していきます。ヘタなくなっ、これ桜も見て、でもすごい綺麗な色してますね。うん、はい、どんどん収穫していきます。お、すごい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 、こんなに綺麗に、うん、なんか美味しそうに見えてきた気がする。今日はね、ピザを作りますよ。自分でピザを作ります。ではバジルの葉っぱも採取していきます。これのかな、よいしょ。はい、ちょっと匂いを嗅いでみます。あー、すんごいいい匂いする。これマジでイタリアンの匂いする。これはい、どんどん収穫していきます。トマトだな、がっつりトマトだな、これは食べられるかな。もうこれを焼くのか、美味しそう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。スマートフォンからご視聴の方は動画のタイトルをタップ、下にスクロールして URL から登録をお願いします。この動画の続きが見たい方は再生リストのリンクから見ることができます。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。